マーク46モット5単魚雷を発射するマーク32モット15単魚雷発射艦マーク32魚雷発射艦はアメリカ海軍が開発した水上艦装備の魚雷発射艦 324mm 口径でありマーク46やマーク50などの単魚雷を使用するアメリカ海軍のほか日本の海上自衛隊をはじめとして 西側諸国の海軍で広く使用されており、近距離を対戦兵器のデファクトスタンダードの一つである。第二次世界大戦後、アメリカ海軍は新世代の対戦兵器としてアクティブ音響ホーミング式の誘導魚雷の開発に着手しており、水上艦用のマーク32は1940年代中盤より、また、 航空魚雷としてのマーク43は1950年より配備されていた。しかし、これらはいずれも低速であり、信頼性にも問題があった。このことから、これらを更新するための第二世代の単魚雷として開発されたのがマーク44である。開発は1952年頃より着手され、1956年までに完了した。 第一世代の水上艦用単魚雷であるマーク32は横抱き式の落ち先を用いて発射されていたがマーク44ではトラディショナルな魚雷発射管を用いて発射することとなったこの発射管として開発されたのがマーク32であるマーク32は基本的にわら積みにされた3本の艦隊と旋回装置発射装置電達装置等から構成される 重量は、もっと5では空気重量2230ポンド、マーク44魚雷を装填して3110ポンド、マーク46魚雷を装填して3754ポンド、マーク50魚雷を装填して4450ポンドとされる。また、日本の68式では総重量1 2 7 5ラムとされている。三連装発射艦は、もっと15以外では、 人力で旋回し、限外に向けられる。旋回可能角度は、右連環は0から190度、左連環は360から170度である。旋回中に発射されないように、内部ロックが付されている。また、固定式のモッド9や遠隔操作式のモッド1 5では、前扉が開く前に発射しないように、やはり内部ロックが付されている。 魚雷の射出は空気によって行われる。発射空気圧は70から 140kgf、平方センチメートルで、観光がみなり速は13メートル毎秒以上である。マーク32は長期間にわたって使用されていることから、継続的な改良を受けている。もっとにもっと、例をもとに訓練装置や艦隊を再設計したもので、ある。艦隊は、 全ガラス繊維強化プラスチック製ではなく、金属製の艦体とプラスチック製の入れ子によって構成されるようになった。もっと5、6マーク、102、マーク、105、または、マーク、111水中攻撃式装置に対応したバージョンである。もっと7、8マーク、114、または、マーク、116水中攻撃式装置に対応したバージョンである。 もっと9固定式の連装発射管である。もっと14もっと7と類似するがより速応性を向上させている。もっと15もっと7と類似するが無人化完全遠隔操作化されたバージョンである。もっと16自衛用のマーク 46SSTD 用として開発されたバージョンであるが、マーク 46SSTD の開発は中止された。 もっと17、18もっと5、7からの回収型であり、新型のマーク50単魚雷の発射に対応した。もっと5から9では、マーク264、またはマーク309魚雷調停完成装置。もっと14では、マーク331発射信号板、またはマーク329魚雷調停完成装置による、完成を受ける。 また発射は、基本的には発射式装置により、電気的に行うが、もっと、15以外の機種であれば、下側において、手動でも行うことができる。アメリカ合衆国イギリスイスラエルイタリアオーストラリア、オランダカナダギリシャ韓国スペインポルトガル中華民国、ドイツトルコ、島風に搭載されているホスマイナス301、発射間イギリスでは、リンボー対戦迫撃砲の後継として、 マーク32の時刻版を配備した。1975年に配備された STWS-1 ではマーク44とマーク46魚雷にしか対応していなかったが、1981年に配備された STWS-2 ではスティングレイの運用に対応した。発射管そのものは PMW49A と称される。また、 STWS-3 では、軽量化を図って連装化されている。イタリアのホワイトヘッド車は、イタリア海軍のマーク44 m o d 2を更新するために、A244 を開発した。また魚雷発射艦の国産化も図っており、これにより開発されたのが、B515 である。B5153 連装発射艦2機と SPS-104。 発射式装置により構成されるシステムは、イーラズマイナス3と称される。海上自衛隊では、マーク44モッド1単魚雷の導入に伴い、昭和36年度計画区選定及び、同年度後衛艦より、マーク32を導入した。計画年度は同じだが、区選定の方が早く建造が進むことから、こちらが海事での初搭載となった。これは、 アメリカ海軍から購入した図面を渡辺鉄工に換給して国内で生産したものであり当初はマーク43とマーク44の両方を想定して上下左右に4本の溝を持つ仕様で製造をスタートしたその後海上自衛隊ではマーク43が不採用となったため日踊り搭載の15.16号機からは上下2本の溝を持つ仕様となり また、アサグモ搭載の21.22号機からは、発射義蓄機の肉圧を減少して軽量化した。ただしこの義蓄機は、他の高圧義蓄機と同様の構成であり、ガラス繊維強化プラスチックを使っていた、アメリカ製品と比して依然として重く、結果として、魚雷を装填していない空体時の発射管の重心位置が旋回ベアリングの外側に来てしまって、後部側が重くなり、 旋回ハンドルの操作に大きな力が必要となっていた。これらの日本国内製造品は当初は水上発射管ホスマイナス301と故障されていた。その後、内局より正式化された装備品でなければ部隊の使用に強してはならないとの指導があったことから、1968年4月30日に正式要項が定められ、 昭和44年度の特別改造で、綾波が搭載した39.40号機より68、式3連装単魚雷発射艦となった。正式化後は調達実施本部使用書に基づいて調達されることになったが、この使用書の改定が煩雑なこともあって、あまり改善がなされずに、長期間にわたって同一仕様で調達されることになった。 特に課題となったのが、魚雷保温のための艦隊ヒーターの絶縁保持であり、構造上防水が難しかったために、ヒーター回路を常時、断としている艦艇が多かったものの、実装魚雷を搭載して行動する海域に、寒冷値が含まれるようになってきたことから、この解決が、懸案事項となった。昭和56年度より、寒冷値対策及び重心位置修正を主眼とする。 大規模な改修が実施されることになり、合わせて調達実施本部使用所ではなく海上自衛隊使用所によって調達することになった。これによって、心臓艦用に調達した発射管が水上発射管ホスマイナス301であり、朝雪より装備された。またその後、マーク46の発射に必要な所定の機能を付与した水上発射管ホスマイナス301が、 調達されるようになった。奇襲駅艦の68式なども順次に同仕様に回収され、こちらもホスマイナス301と称されている。そして混合型護衛艦では、戦闘場面で暴露艦板において乗員作業が必要な武器は3連装単魚雷発射艦しか残っていなかったことから、発射直前に行う切り替え弁装セレバーの操作を、 遠隔実施可能なように回収した水上発射管ホス -302 が採用された。また水上発射管ホス -303 では97式魚雷の発射に対応した。搭載艦ザラストシップ架空のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ネイサン・ジェームズに搭載されたマーク30バトルシップアーレイバーク級ミサイル駆逐艦 ジョン・ポール・ジョーンズに搭載されたマーク32がエイリアンの侵略兵器に対する一斉攻撃時に使用されマーク54を発射する。ジパング第二次世界大戦時へタイムスリップする架空のイージス護衛艦、未来の搭載兵器として68式が登場。CIC から遠隔操作することが可能となっている。しかし、漫画版では 動かすことはあっても単魚雷を発射することはなく、アニメ版では第1話にて未来と同型艦のアスカがアメリカ海軍との合同演習中に単魚雷を発射しているが未来の単魚雷発射艦が使用されることはなかった。沈黙の艦隊ニューヨーク沖海戦にてベルナップ級ミサイル巡洋艦 FOX に搭載されたマーク32が原子力潜水艦。 ヤマトに対して使用される。名探偵、コナン絶海の探偵架空のアタゴ型護衛艦、ホタカに搭載された68式が、公開演習終了直前に接近してきた味方に、属さない潜水物に対して、威嚇射撃で先行魚雷を発射するために使用される。エンドロールでは、アタゴ型護衛艦、アタゴに搭載されたものが実写で登場する。 防国のイージス架空のイージス護衛艦、磯風の搭載兵器として六68式。CIC からの遠隔操作が可能なタイプであり、水中から磯風に接近してきた防衛庁情報局の特殊部隊に対してマーク四十六を発射し、これを壊滅させる。映画版では敵が穴を張って待ち伏せしていることから、磯風を一口指していた架空の親潮型潜水艦。 セトシオに特殊部隊の投入を中止する要警告を送るため、主人公たちが磯風に搭載されたものを使用する。ルーントルーパーズ自衛隊漂流戦機に世界に飛ばされた架空のイージス護衛艦、イブキの搭載兵器として68式が登場。襲い来る横島流レビアタンに対して使用され、97式魚雷を発射する。ありがとうございます。